祝婚歌、吉野宏。二人がむつまじくいるためには愚かでいる方がいい。立派すぎない方がいい。立派すぎることは長持ちしないことだと気づいている方がいい。完璧を目指さない方がいい。完璧なんて不自然なことだと嘘吹いている方がいい。二人のうちどちらかがふざけている方がいい。ずっこけている方がいい。互いに非難することがあっても、非難できる資格が自分にあったかどうか、後で疑わしくなる方がいい。正しいことを言うときは、少し控えめにする方がいい。正しいことを言うときは、相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。立派でありたいとか、正しくありたいとかいう無理な緊張には色目を使わず、ゆったり豊かに光を浴びている方がいい。健康で風に吹かれながら生きていることの懐かしさにふと胸が熱くなる。そんな日があってもいい。そしてなぜ胸が熱くなるのか、黙っていても二人にはわかるのであってほしい。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、どうも、イエーイ。はい、皆様こんばんは。こんばんは。菊池家リビングシアター、今回も無事にやってまいりました。はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今回は、第94回になりますね。はい、はい、今回の作品は吉野宏さんの祝婚歌でございました。はいはいはい、いかがだったでしょうか。はい、前回に続きまして、はい、今回は私が、今度は私が詩を読んでみます。はいはい、前回はね、みどりさんが、ね、読みましたけど、今回は私が一人で読んでみました。はい、まあ、この作品はですね、とても有名な作品でございまして、うん、よく、結婚披露宴なんかでは、朗読されるというか読まれる、代表的な詩でございます。だからご存知の方もね多いかもしれないですし、まあ、実際にね結婚式で読んだとか聞いたとか、うんうん、いう人も少なくないんではないかなと思います。なぜね、今回この祝婚会にしたのかと言いますと、なんて今週末が我々の結婚記念日でございます。そうなんです。すいません、すいません、なんかプライベートなことで、すいません、6月18日が、はい、我々の結婚記念日でございまして、2011年
の6月18日に、まあ、結婚したということで、11年そうですね、丸11年になります、ね、はいはい、でちょうどね、タイミングよく、あ、よくいいのかな、わかんないですけど、まあまあ、今週の土曜日ですね、が結婚記念日ということもあって、ちょうどいいんじゃないかなと思いました。この祝婚歌ですけども、吉野博さん、吉野博さんは山形県出身の方でですね、まず一つちょっと言っとかなきゃならないの、はいはい、これ著作権の問題がありまして、はい、吉野さんは2014年に亡くなってるんですね。大正生まれで87歳という、はい、まああの、まあ、まあ結構ね長生きされた方、うん、で2014年に亡くなったということで、まあ、著作権は当然あるわけなんですけど、そうですよね、はい、ただですねこれよく、まあ、あっちこっちで読まれてたりとか、うんうん、まあ、YouTube なんか見てもね、うん、結構読んでる人いるんですよね、はいはい、これ一応、まあ、その著作権を吉野さんが、まあ、放棄しているという、まあ一応そういうことになって、まあそのね、はっきりと放棄するって言ったとか、なんとか宣言したとかいうことではないんですけども、はいはい、ある、対談の中でですね、早坂茂三さんっていう評論家の方が、政治評論家の方がいるんですけど、その人と対談をしている時に、うん、この祝婚歌の話になって、うん、で、まあ、この祝婚歌は、まあ、言うなれば民謡のようなものですと、民謡に著作権がないように、うん、この祝婚歌も、まあ、あの著作権は別にいいんですみたいな話をね、かっこいい、されたということがあって、まあそれで、まあ、一応著作権を放棄したんじゃないかと、放棄されてるんじゃないか、まあ、民謡のように皆さん読んでもらったらいいと、これは民謡のようなもんなんです、うん、と言っていることから、まあ著作権は放棄されているっていう解釈で、あのみんな読んだりしているということみたいな、だから一応、まああの、うん、そういうことで今回は私もね、著作権は当然あの本来はあるんですけど、まあ、あの読ませていただいたということです。なるほどね、だ最近のことなんです。そうなのね、昔の人じゃないんです、つい最近だから、うん、我々が結婚した時にはまだ生きている存命だったね、うん、それでね、これはまたあの私たちの話で大変恐縮なんですけど、はい、あの実はこの祝婚歌、ああの我々の結婚式の時にですね、はい、読んでくれたんです。そうなんです、私の友人代表としてですね、俳優の北村幸也くんってあのご存知でしょうかね、今とても活躍されて、顔見たら絶対分かります、ね、その幸也はですね、昔からの友達なんですよ、俳優養成所が同期でしてですね、もうそれこそ、20代の前半の頃からだからもう30年ぐらいの付き合いがあるんですけどもそれで、彼が結婚式に、来てくれてですね、それで、まあ、一応友人代表ということで、スピーチをお願いしてたんですね。そしたらば、スピーチではなくこの歌をですね朗読してくれたんです。またかっこよかった ね、 ね、そうなの、本当素晴らしい朗読でしたね、はい、朗読そう、あの渋い感じでね、いい声でね、いい声でね本当にもうそんな余計な言葉は言えない、祝婚歌をそうそうそう読めばいい、そんな感じ、そんな感じ、 そんな感じ、うん、それでね、まあ僕自身はそれでこの歌を、まあ、初めて知ったぐらいかな、知ってました？いや知らなかったです。そう、うん、これをね、その我々の結婚式の時に、ゆきやが読んでくれて、それで、まあ、初めて知ったんですけども、それでね、今度はね、その後その北村幸也くんが今度は結婚されるということでですね、うん、僕はまあ招待されて彼の結婚式に行ったんです。まあ、披露宴ですね、披露宴、あ、そうそう、結婚披露宴に、行ったんですけども、あ、いや式にも参加したんだな、式にも参加して、で披露宴もまあ参加したんですけども、そしたらね、今度はこの祝婚歌を北村幸也くんのお父さんの北村和夫さん、うんうん、はい、もうその時は亡くなってたんですよ、和夫さん、うん、その映像でこの祝婚歌を読んでいる映像が残っていて、なんとそれが流されたんです。うわ、すごい。そう、だからきっ
そういうユキヤは、その自分の父親が祝婚歌を読んでいるのをもちろん見ていてね、へえ、それで我々の結婚式の時に読んでくれたんじゃないかなと思って。そうだったんだ。彼の結婚式の時は彼のお父さん、映像でですけどね、その存命中にどなたかの式でってことか、いやわかんない、どういうあれでその映像が残っているのかわからないんだけれど、でも祝婚歌を読んでいる映像が流れてある。すごいね。だからそれも本当だから、私自身は北村和夫さんと北村ゆきやくんの2人の祝婚歌を聞いているんです。なるほど。まず、その和夫さんの祝婚歌も素晴らしかったり、この祝婚歌っていうのはそもそも何なのかっていうと、姪御さんのね、結婚式の時に、ちょっと自分は所用があって参加できない、呼ばれたんだけど参加できないからこの詩を送ったというものらしいんだよね。そう、とてもそういう詩的なものだったんだけど、後にその詩集に収められて、広く知られ渡るようになったというものらしいですね。この詩がねとてもいいなと思うのは、初めてその、ね、結婚式の時にこの詩を聞いた時にもいい詩だなと思ったよ、思ったけども本当の意味でいい詩だなってのは分かってなかった。そういうことってあるよね。あるある、で実際に結婚してみて、今年で11年経ちますけれども、そうするとねようやくこの詩の意味が実感としてそうね、いろんなところで分かってくるわけ。確かに。だから表面的には分かったんだけど、言葉としては、でも実感としては最初は、分からなかったんだけども、なるほどなと思うことが、このやっぱり10年ぐらい経ってくると そう分かってくるっていうのがすごく、だからそこら額に入れてますけど、これはねゆきやくんの結婚式の時にみんなに配られたものなので、紙をね、それを私が自分で額に入れて、で机のねところにこれ飾ってあるんですけど、こう常にね見られるように置いてあるんですけど、やっぱりねなるほどなと思うことがたくさんあるわけですよ。2人のうちどちらかがふざけている方がいいですね。はいはいはい。でもそれはね、よくできてるなと思います。でもうちの場合は2人ともふざけてるかもしれないから、そこはちょっと問題だな。そうか。どちらかでいいんだよ。あれちょっと待って、おかしくないか。どちらかがだ。どちらか、2人ともじゃないんだよこれ。2人ともふざけている方がいい。あ、書いてない、書いてないね。2人のうちどちらかがふざけているの。おかしいな。ちょっと吉野さんの先を行ってしまった感じなんですよね。とかね、僕が一番これでなるほどなと思ったのは、正しいことを言うときは少し控えめにする方がいいっていうのがね、そうね、とてもなるほどなと、最初これ読んだときもね、そうだよなと思ったけど、でもね、なるほどなと、やっぱり、正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいいっていうのはね、ここが特に実感としてね、そうだね、あります。どうしてもね、自分が正しいと思うことは正論、っていうのは、正論はね、強く言いがちじゃない。そう、皆さんもありますよね、例えば喧嘩して自分が正しいというとかね、いうときは論破するじゃないけど、ついつい強く言う、俺は絶対正しいんだよ、ダーンみたいなね、そうするとまた余計喧嘩になっちゃうわけですよ。でもさすが吉野さんね、正しいことを言うときに限って控えめに言いなさい。そう、ね、なるほど、そうなんです。例えばそういうこととかは、なんていうのかな、本当に結婚して生活をある程度していかないと分かんない、実感としては。それは確かにね、立派でありたいとか正しくありたいとかいう
無理な緊張には色目を使わずとかね、まあどうしてもやっぱり立派でいたい、うん、妻の前では立派でいたいとかね、なるほどね、立派な男でありたいとかね、私の場合はもうちょっと立派だでありたいと思った方がいいのかもしれない。逆に逆に色目使わなすぎですみたいなことがあるかもしれないとかね、まあいろいろと一言一言のなんていうのかな、とってもあの優しくね、分かりやすく書いてくれてるんだけれども、それが本当の実感としてこう染み込んでくるように分かるっていうのはやっぱある程度時間もかかるし、あの、うん、なかなかその本当に結婚生活を、送ってみないと、送ってようやく分かる、ある程度時間かかるものっていうのはね、やっぱりここ最近ますますね思うこともあるし、はいはい、常にねこの詩はね、なんだろう、座右の銘じゃないけども、常にこう繰り返しねこう見て反省したり、こう前向きになったり、いろいろとねやっぱ力をもらえている歌だなと思って、今回はぜひ読んでみようと思って読みました。なるほど、はい、どうぞどうぞって言われてもまあ確かに、まあこれね、あの聞く耳見てくださってる方の中にはやっぱりこう人生の先輩もね、はい、いらっしゃると思うんですけど、はい、まあね、どんな風に感じられますかね、まあ、私たちも、まあ、ようやくねちょっとずつこう理解をしてきたっていう感じなんですけれども、またねさらに10年20年とかだったら、さらにだってほら、なんだ、ダイヤモンド婚式とか、ね、銀婚式とか、そういう何十年と一緒にねいらっしゃる方はまたちょっと違った思いがあってこれを聞いてくださったかもしれないから、何かそういうねことがあったらぜひ伺ってみたいなと思いました、はいはいはい、今日はそのたまたまこのなんかグラスがね、またこれもなんかあの目音邪魔じゃないですけど、ちょっとこう違う感じじゃないですか。そうそうそう、これ別にね、なんですかね、不祥不随とか言ってねこういうことになってるわけじゃないんですよ。今日に限って、まあ、単純に私が割っちゃったんですねまさに今日割っちゃったんですよ。まさかこういうお話をするときに思わず、そう、いつもね使ってるあの同じあのペアのね、グラスをね割ってしまった。2人の愛も粉々に砕け散ってしまった。パリーパリまあまあそんなこともね、ありますよ。まあほら完璧すぎない、すぎないということでね、そうそう、まあまあたまたまね、これはこれ、これはこれで、うん、まあこれもね2つペアだったんですけど、ね、そう、それぞれ、ね、それぞれ、うん、それぞれが割れてしまったんです。そういうことです。1個ずつになってしまった。そういうことです。でもまあこうやって見るとなんかちょっとまあいいじゃない、うん、別にそれはそれでって感じだよね。こうやってね、なんですかね、グラスを割っても割っても前向きね。そうね、そう、そうやって、まあ、今後ともよろしくお願いします。こちらこそというお話でございます。なんだそれってこと、はい、なるほど、本当に見てる方はねなんだそれかもしれないですけどね、はい、はい、まあ、ね、まあちょっとご自身でもいろいろ思うことがあったら嬉しいなっていう感じですね。はい、うん、ということで今回は吉野ひろしさんの祝婚歌でございました。はい、はい、次回ですね、はい、今月は第5週まで、そうなんです、また会います。はい、2週間後はですね、6月の29日そうです、第5週になりますので、はい、またなんかライブやろうかなと。そうです、はい、恒例の、また飲みながらですね皆さんとグダグダと、まあ、何かテーマをすなんか決めるかなんかして飲んでると、はい、まあ、30分から1時間ぐらいダラダラと飲みながら、お話ししたいなと、ライブやりたいなと思っておりますので、お時間のある方はぜひぜひご参加いただければなと思っております。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまたその時まで、さようなら。